こんにちは。 iHerb 購入品のレビューの2回目をやっていきたいと思います。今回はコスメとボディケアとヘアケアの3つに絞ってレビューをしていきたいと思います。でまた次回かわからないけど近いうちに食品とかサプリとかやっていきたいと思っています。はい、始めます。1点目はこれですね。ネイチャーズゲートのシャンプーとトリートメントです。シャンプーを私が前回間違って、フォーシンヘアの割と髪の毛が細かったりする張り腰を出したいタイプの方が使われるようなシャンプーを買っちゃって、私は髪の毛すごく見ての通り太いですし、結構もう張り腰しっかりで、これがコンプレックスなぐらいなんですけど、間違ってこれを買っちゃってどうしようって思ってたんですけど、結構使って今すごい好きになってます。これ髪の毛が柔らかくなるっていうことはないんですけど、すごくスッとするんですよね。ミントとかが入ってるのかな。スッキリ感が結構はっきりあって、いい具合のスッキリ感で、私は個人的にすごくいいなと思って使えてます。こっちのカラーしてる髪用のザクロとひまわりのトリートメントなんですけど、こっちも私は好きですね。で後からこのアキュアのアルガンオイル&パンプキンメガモイスチャーのシャンプーも、こっちを間違って買っちゃったなと思った時に友達に教えてもらって買ったんですけど、これねいいです。でもこれとこれをはっきり比べながら使うことができた私の今の感想は、こっちがすっごくしっとりで、こっちがすっごくキシキシとか張り腰出すぎるとかいうことなく、両方結構似てるんですよ。っていうのが、洗い上がりがキシキシして、こういう自然派のシャンプー特有かもしれないんですけど、結構キシキシする感じで泡が流すのがちょっと大変とかあると思うんですよ。それ両方あります。よりこっちの方がその傾向があると思うし、こっちは若干これに比べると柔らかいっていう感じはします。泡も柔らかいし、洗い上がりも少し柔らかいし、髪の毛も少し柔らかいっていう感じはします。でもそんなに大きな違いがあるって感じじゃなくって、まあ、ちょっと柔らかめ、結構すっきりめぐらいの感じで、使い心地は結構似てるなって思いました。だからどっちも好きでした。あとこのこれはもう何度も買っててお気に入りなんですけど、アースサイエンスのオリーブ&アボカドヘアマスク、これは何度もリピートしてるので本当に大好きで、ツルツルしっとり系ですごく好きです。まあ、しっとり系を使っても剛毛は剛毛なんですけど、かなりいいと思います。だから最近はシャンプーはこれをどっちか気分で使って、そしてヘアマスク、トリートメントを使って、まあ、5分10分置いて、で最後にこのコンディショナーで仕上げてるっていう感じです最近は。まあそれをしてツルツルになるってことはないんですけど、もちろん、まあでもいい感じだと思います。私は今は割と、まあ、いい感じじゃないじゃんって思いますよね、これ見たら。でも自分の中ではいい感じ。はい、じゃあ次はこれです。アキュアの前回の動画で紹介したばっかりのブライトニングフェイシャルスクラブですね。2回使いました。ですごいいいと思います。粒がすごく硬くて、粒が溶けるタイプの粒ではないので、その素材が何なんだろうって思いながらなんですけど、だからそのやってる時はちょっと痛いかなって、強くしすぎると思うので優しくすることに気をつけた方がいいけど、その終わった後の肌のツルツル感とかはすごいしっかりあって、私はこれすっごい好きだなって思いました。香りとかも気になる香りはない。ただお風呂に入ってる時に私使ったんですけど、2回ともこれをやってで後に流してパッて床を見ると、これの粒々があの砂みたいに床にこうザラザラザラって落ちてるんですよ。茶色っぽい感じで、海行った後にお風呂入ったら床にザラザラザラって砂が溜まる、あれの軽いバージョンぐらいになります。だからね、それはちょっと気になってるといえば気になってる、なんだっていう。ただいいか悪いかで言ったらめちゃくちゃいいです。でも次はちょっと紫の方の優しい方を買ってもいいなと思いました。でこれのクレンジングもレビューしたかったんですけど、それはまだ2回ぐらいしか使ったことなくて、結構バッチリメイクとかでは使ってないので分かんないなって思ったので、レビューはまた次回にしようと思います。はい、で次はこれです。ヌビアンのパチュリー&ブリーティー、当てたっけ、ブリーティーでしたっけ、のスクラブです。これも2回使いました。これすごく好きです。私塩かな砂糖かなって前回言ったんですけど、シュガースクラブで、粒がちょっと粗すぎるんじゃないかって言ってたんですけど、お風呂で使
うとそんなに気にならなかったです。ただすっごくね溶けるのが早いんですよ。これ溶けるのが早かった。だから例えば、デコルテとかにこうやってザラザラしたところをやっていると、私が普段オーベビーを使ってるとオーベビーに比べるとっていうことなのかもしれないんですけど、しばらくこうマッサージしていたいのに結構早く溶けてなくなっちゃう感じがするので、そんなにずっとこうやってられる感じではないです。だから早く溶けるっていうのと、あとはオイルがすっごいしっかり残る感じで、こうどっちかというとヌルヌルのオイル塗った後みたいな感じに流した後ってなるので、私は乾燥が気になってるから全然それは OK なんですけど、お風呂上がりにキュッてなる感じが好きな方はこれを使った後に体を洗えば大丈夫だと思います。私両方やってみたんですが、体洗った後にこれを使うと流した後はオイル塗った後みたいな後肌という感じで、先にこれ使って体洗えばもちろんキュッキュッっていう洗い上がりになります。で香りは全然もう部屋に置いてた時の最初のうわーすっごい匂いするなっていう感じ全然なくて、逆にもうお風呂で使うと本当にただただいい香りだなって思いました。で石鹸も一緒に使ってるんですけど、一緒の香りにして良かったなってすごく思ってます。別の石鹸にさ、ヌビアの石鹸って結構香り強いので、どれもこれもいっぱい香りがして楽しい方はもちろん多分いいと思うんですけど、私は同じ香りにして良かったなと思ってる感じです。これはねまたリピートしたくなるかもなっていうぐらい結構好きでした。はい、次がこれですね。ヘリテージストアのローズウォーターとローズキャスターオイルセラム。こっちのローズウォーターはもちろんすごく人気もあるし、使い心地本当にいいし、私はもうバシャ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 使ってるんですけど、こっちのちっちゃい方はすっごく霧が細かくシュッシュって出る感じでいい感じなのに、こっちはスプレーのところからこうバーって出た時にここしか来ない、ここに何もかからなくて、ここになんかあの円形に飛んでくるんです。これはね全体にファーってくるけど、これはもうこうくるんですよ。だからちょっとなんかまあこういっぱいかけるからどっちにしろいいんですけど、まあでもね形が違うからな、だからまあなんで形違うのかな、で最初なんか詰まってるのかなと思ってすごいカリ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 したんですけど、全然良くならなくって、まあ仕方ないんだろうなと思って、全然まあいいけど全体に出てほしかったっていう感じで、こっちのローズキャスターオイルは私これね予想よりすごくいいなと思って、出した瞬間にこれ結構蜂蜜ぐらい粘度が高いというかベタっていう感じのオイルだったので、塗りづらいかなって結構思ったんですよ。で実際塗りづらいのは塗りづらいです。私は最初にローズウォーターをバーって全体にかけて、これをまあ2プッシュぐらい出して、それを顔全体に、そのローズウォーターで濡れている状態を作らないと、これだけを全体に塗布するのは結構ピーって引っ張らないと無理な感じなので、先にこれをして、これをして、でもう一回これをするっていう感じに使ってます。なんだろうな、蜂蜜とかを顔に塗った時を想像したら多分すっごく近い感じだと思います。めちゃくちゃベタベタするし、めちゃくちゃ塗りづらいし、塗った後布団とかにベタ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 ついちゃうなっていう感じがするし、あもちろん夜のお手入れにしかこっちは使ってないんですけど、ただ夜にこれをやって朝起きたらすっごいしっとりして、もう朝起きた時の肌はめちゃくちゃいい感じになってるんですよ。だからすごい気に入って、その寝る時のベタベタに耐えればもう素晴らしい、これは大好きだなと思いました。朝のしっとり感が本当になかなかこうはいかないぞっていうぐらいしっとりします。はい、おすすめじゃあ次はこれです。ダーマブーストのモイスチャライザーミネラルズのナチュラルビタミン&ミネラルリプレニッシングリペアスプレープロテインリペアスプレーフォースキン。これも人気ですよね。もちろん好きなんですよ。でフルボさん入りですごくこれ人気がありますよね。フルボさんって気になりますよね。九州だと長崎の諫早とか福岡でも一箇所温泉になってるところでフルボさんが出るところがあるらしいんですよ。フルボさんってね調べても調べても私あんまりちゃんと理解できてないけど、こっちのローズウォーターとかに比べたらシュッシュってした後こっちはしばらくずっとしっとりするけど、こっちはもうパサパサのお水かけた時と同じぐらいパサパサになってちゃうんですけど、もうフルボさんに対する好奇心から私はこれを使ってるっていう感じですね。いいと思います。
無臭です。次はこの間買って紹介したばっかりのイオスのリップクリームとハンドクリームで、こっちはオーガニックで結構無添加的な、いろいろ何も入ってないっていう感じなんですけど、こっちはまあいろいろ入ってますけど、両方ともすごく気に入ってます。またリピートしたいなっていうぐらい気に入ってますね。香りもなんか使えば使うほど私これ好きになってきちゃって、めちゃくちゃいい香りだなって思いながら使って出ますね。なんか香りってやっぱりでも好き好き個人差あると思うから絶対いい香りですよとは言えないけど、私はすっごく好きな香りでした。これでこっちはもちろん無臭で、あの使い心地全然問題なく、これだけ無添加でオーガニックのものだったら何の問題もないなっていう感じで使ってます。はい、おすすめです。次はリップ系を紹介したいと思うんですけど、最近アイハーブで買った色がつく系のはこの4つですね。エルフのリップティントと、あとパシフィカの色付きリップと、あとクムラのリップシマーズとアゼリークのリップグロス。はい、案外これをよく使ってて、エルフのリップティント、私今これ塗ろうと思ってなんかリップクリームしか何も今塗ってないんですけど、こういう感じです。私唇全然綺麗じゃないからな、ごめんなさいね。ちょっとオレンジっぽいんですよね。すごく潤って感じでもないけど、いいなと思って使ってますね。結構なんかこっちがたるんできて、もともとだろうけどこうグーってなってきちゃって、わかるかな、ここ上げたいわ、やだわ、まあ、こういう感じですね。全然濃くつくわけじゃなくって、だからリップ塗ってこれ塗ってみたいな感じで、私あんまりしっかりリップメイクってしないので、まあ、このぐらいでちょうどいいかなっていう感じで、最初もっとピンクっぽい感じなのかなって思ってたので、予想と色は違ったんですけど、ちょっと落としてちゃんと落ちてるのかわからないけど、だからこれはね好きでした。でこれこの間買ったばっかりのアゼリーク、これちゃんと落ちてないかも、なんで最初にリップティント塗ったんだろう、バカだ。こういう感じです。本当に香り玉の匂いする。これ時間が経ったら普通に取れてくる感じだから、そんなに持ちがいいとかそういうことはないけど、これで荒れるとかいうこともない感じがするし、色も私は結構好きだったので、まあいいんじゃないかなっていう感じです。このこれとこれに関しては、あとこれですね、これに関してはこっちの方がいいって私最初言ってたんですけど、こっちの方がいいですね。こっちはブラッドオレンジみたいなすごいいい香りするんですけど、で塗った瞬間もいい感じなんだけど、これね時間が経ったら乾くんですよね。パリッとしてきちゃって、もうなんかいろいろ塗って私の口自体がなんか意味わかんなくなってきた。塗った瞬間はすごくいいんですけど、時間が経過した時のことを考えたら一番いいのはこれじゃないかって思ったんですよ。あんまりいい匂いじゃないとか文句言ったんですけど、多分ねオイルがこっちの方がちゃんとしっかりしてるんだと思う。こっちの方が時間経ってもちゃんとしっとりしてるから、やっぱり好きになったのはこっちでしたね。次はハイライトです。これ両方ともアイハーブですごく人気のハイライトですよね。エルフのハイライトと、でこのエルフのハイライト最初どうやって使えばいいんだって思って、そしたらコメント欄で爪で削ったらいいですよって教えてくださった方がいて、最初このカスカス感というかパサパサ感にうーんって思ったけど、爪で削るって何って思って、こうやってやるってことと思ってやってみたんですよ。そしたらねすごくいいなって思いました。実際あいいわと思って好きになりました。ティッシュでね表面をバーって拭いてみたんですよ。もちろんそのティッシュの方に表面は全部取れちゃうんだけど、そしたらね触り心地変わったんですよ。一番初めのプレスしてる状態の固まった状態がなんかパサパサ感があるっていうか表面がつきづらいから、一番上を取ったらブラシでも結構取りやすくなると思いました。で多分その方が教えてくださったように、爪でやると粒子がこうボロボロっと崩れてもっと乗りやすくなるんだと思います。でこっちフィジシャンスフォーミュラのブライターハイライター、違うバターハイライター、これすごい好きになりました。もう毎回メイクの時にこれがないとダメだなっていうぐらい好きになって、もうこうやって取ってこの辺とかにのせたり、涙袋のところにこうやってちょっとのせたり、手に残ったのもこの辺にのせたりして、すっごくこれいいって思いました。
大好き、これ素晴らしい、おすすめです。あとこのエルフのチークパレット、これはね悪くはないんですけど、結構全部すごいマットなんですよ。でこの色だけ細かいキラキラの粒子が入っているんですよ。わかるかな、わかんないか。私艶っぽいメイクの方がもともと好きだし、年取るほどに好きなので、これをまた買いたいなっていう感じは、私は艶が好きだからちょっとなかったかもしれない。はい。であと私が黒いものが使えないものがすごく多いんですっていう話をしたんですけど、黒いもので使えてるもの、エルフのミネラルインフューズドマスカラ、これエルフのマスカラ2種類あるんですけど、ミネラルって書いてる方がすごくいいです。しっかりつくから。もう一個の方はね、何だったかな、ラッシュなんとかだったと思うんですけど、の伸びるタイプ、それはねすっごくマスカラとかあんまりちゃんとつかないでほしい人にはいいと思います。でこっちはマスカラちゃんとついてほしい人はこれはすごくいいと思う。私はこのマスカラ以外現状使えるマスカラって全然見つけられてないんですよ。だからこれなくなっちゃったら本当に困るっていうぐらい、このマスカラはお世話になっていて、ないと困るので買い置きもしてます。そのぐらいもう黒がね本当に私は歯ブレがひどいので、これが使えるんだったらと思ってこれも買ったんですよ。でこれ中ちょっともう使っちゃってて綺麗じゃないので開けずにいますけれども、ジェルタイプのアイライナーですね。でこれは先が尖った綿棒で目尻とかにつけるようにしているんですけど、これも全然かぶれないしありがたいなと思って使ってます。でね、エルフのもう一個別のペンタイプのアイライナーがあるんですけど、それも私すっごいすごい好きだった、使えた、もう感動ですね、自分が使える黒い成分のものって。ただそれは結構早い段階でインク切れちゃうんですよね。色がつかなくなっててスカスカなるんですよ。だから 2,3 回使ったけど、コスパが逆に悪い気がすると思ってこっちを買ってみたら、あこれ使えるなと思って今これを使ってます。今これ使ってないんです。どっちや、なんでかっていうと、このフィジシャンスフォーミュラの最近買ったこれです。アイライナーがもう優秀すぎて、私が使える黒で、しかも性能も素晴らしいじゃんっていう。黒が濃いのはどっちかな、黒が濃いのはどっちだ、漆黒のって感じではないんですけど、とにかく細く描けるっていうところが素晴らしいし、もう描きやすいし、黒も茶色もすごくいい感じで、しかもなんか美容成分が入ってるんですよね。これ素晴らしいなって思ってます。もうすっごく好きになった。これは本当にめちゃくちゃおすすめできると思った。これはこの辺はね、多分目元がすごくかぶれやすくてとかいう理由がない限りは、別に絶対これにしなきゃいけない理由でないかもしれないですよ。でもすごく優しいってことは、まあもちろん目の周りの皮膚ってすごく弱いと思うので、ハードなね負担のかかるコスメを使うよりかは優しいものがいいっていう方はすごくおすすめできるって思うんですけど、私みたいに本当にかぶれがひどいっていう以外はもっと多分すごくいいものっていろいろあると思うんですけど、ただもうとにかくかぶれないものっていうのが一番大事な、私からすると本当にこれはありがたいって感じで、これはもうそういうことじゃなく、もちろんかぶれないんだけど、とっても優秀だなとも思ってます。終わった。今回はアイハーブ購入品のレビューの2回目のコスメ、ヘアケア、ボディケア編でした。こういうものっていろんな好みがあると思いますし、年齢でもね使うものが違ったりとか好みも違ったりとかいろいろあると思うんですけど、だからすごく個人的な意見かなとも思うんですけど、お買い物の参考にしていただけたらすごく嬉しいなと思います。でやっぱりアイハーブ楽しいですね。はい、ということで次回何の動画かわからないけど、まあ、レビューの食品編も作りたいと思っていますし、また全然違う動画もアイハーブばっかりになってるので作れたらなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。